アイアンパイさんとは、ネットフレームワーク、もの、ネットコア上で動作する Python の実装である。ジム・フグニンによって開発が進められ、2006年9月5日に、初版がリリースされた。バージョン1、X 系のアイアンパイさんは、Python2.4、3と互換性がある。アイアンパイさん2.7は、Python2.7 互換である。ネットフレームワークの持つ豊富なクラスライブラリを、 パイソンの文法でシームレスに利用できるだけでなく、従来のパイソンのコード資産さえもある程度そのまま利用できることが特徴である。また、ネットの実行環境に対応した隠しツールがそのまま利用できる点もメリットと言える。もともとパイソンはスクリプト言語であるが、i アン p y さんコンパイラサービスによってネットアセンブリにコンパイルすることも可能である。これは、 スクリプト言語として利用する場合は、バイトコードに動的コンパイルし、アセンブリの場合は、それが事前コンパイルされたものと考えることができる。アイア Python 自身は C で実装されている。アイア Python の起源は CLI の設計は動的言語との相性が悪いという、ネットフレームワークの問題点を検証するために、作成された検証用のプロトタイプであった。 アイアンパイさんの作者であるジム・フグニーは2003年にこの論文を発表した。その後、なぜネットフレームワークは動的言語としてダメなプラットフォームなのかという短い論文を書くためにパイソンの移植を試みたところ彼の意に反してよく動くものができてしまった。そこで彼は開発を継続することとし、 オープンソースコンファレンス2004で iAnPy30.6 アアをコモンパブリックライセンスでリリースした。2003年の論文が間違いであったことを彼自身の手で証明したことになる。その後、ジムフグ人はマイクロソフトに交流して i ア a アパ p y 3の開発を継続。ネットフレームワーク2.0に対応したバージョンを作成し、現在ではシェアードソースライセンシング、 プログラムとしてリリースしている。現在の最新版である i イ n p y t h o n に X 系列はネット4に対応し DLR 上に実装されている。なお、i イ n p y t h o n 2.7までは対話環境である i イ n p y t h o n インタラクティブや i イ n p y t h o n 用の各種プロジェクトテンプレートを Visual Studio 2010に統合する i イ n p y t h o n ールズ4 Visual Studio がインストーラに含まれていたが 2.71以降は Python Tools for Visual Studio への将来的な内向を見越して I a n p y t h o n Tools は廃止されている PTVS 2.2は Visual Studio 2013と2015に対応する Visual Studio 2015のインストーラーには PTVS をインストールするオプションが正式に含まれている2021年4月現在 パイソン 3X をサポートするための IronPython さんが開発中である IronPython3.4-Aα1 アアはネットフレームワーク4.6、ネットコア2.1、ネットコア3.1及びネット5をターゲットにしているクパイさんの機能とネットフレームワークの機能を併用する例を示すコーディング UTF-8 クパイさんに X の組み込み命令を使って標準出力する。プリント DFS。ネットフレームワークの基本クラスライブラリーを使って標準出力する。インポートシステム。システムコンソールライトライン。ありがとうございます。